男子サッカー、ベトナム代表のパク・ハンソ監督がアジア大会の日程を終え、韓国に帰国する。パク監督のマネジメントを担当する DJ マネジメントはいつか、アジア大会の日程を終えたパク・ハンソ監督が6日午前、インチョン国際空港を通して帰国すると明らかにした。 パク監督は2017年10月にベトナム代表の指揮棒を握った。不妊直後の今年1月、2018AFCU23 チャンピオンシップで一支優勝を達成し、ベトナムサッカーの英雄に浮上した。アジア大会でもパクハンソトップは続いた。アジア大会2018ジャカルタでベトナムは史上初のベスト4に進み、 新たな歴史を築いた。最高の成績を収めたパク監督と u 2 13代表に向けたベトナムの応援は情熱的だった。ベトナムで日程を終えたパク監督は韓国に戻り、束の間の休息を楽しむ計画だ。ベトナムの u 2 13代表と A 代表を兼任するパク監督は休暇後、11月の 東南アジアサッカー選手権大会2019年1月の AFC アジアカップの準備に入る。